行ってきます。気をつけてな。幸せな毎日がずっと続くと信じていた。出かけるの？ちょっと。息子が姿を消したその日までは。殺された倉橋君、正君とは遊び仲間だったようですね。悪いことができる子じゃないんです。被害者だという可能性もあるんじゃないですか。お父さんは正が殺されててもいいっていうの？そんなこと言ってんじゃない。俺はあいつを信じたいんだ。愛する息子は被害者か、それとも殺人犯か。のぞみ。